これは。うおお。何してんのやろと思ってね。ああ、よばちゃん。サワディーカー。どうも長谷川泉です。今日はね、激辛のカップ麺を食べてみたいと思います。あのね、種類ね、まあいろいろこう辛そうなやつを買ってきたんですけど、これなんか激辛辛ラーメンレッドとかね。僕辛ラーメンを食べるんですけど、このレッドっていうのを初めて見ましたね。さらにはこれね、超大盛りの極激辛カレー味と、まあ極激辛と。でこれね、あんま見たことないでしょ。18禁、これやばいですか。なんかちょっとエロいパッケージですよね。これ大人のね、ちょっとそういうところに行ったらよく置いてそうなパッケージですけど、ね、ちなみにこれ1000円らしいです。1000円のカップラーメンなんか売ってるの初めて見ましたよ。これ一番ね、見た目的には辛いんで、これ大ボス感ありますね。まず激辛辛ラーメン、これ書いてあるの、突き抜ける辛さ、新しいフレーズやな。うわー、ちょっとこれやばいっすやばいっすね。これちょっと混ぜてみましょうか。僕ね、でマジで辛ラーメンが実は一番好きぐらい好きなんですよ。辛ラーメンレッド初めて。こんなん売ってんねん。辛いけど、あ、全然いい、美味しい辛さです。あ、もうマジ全然美味しいです。なんか辛ラーメンを、まあもちろんさらに辛くした感じなんですけど、一番何やったら美味しく食べれるぐらいの辛さです。辛さレベル1です。辛さレベル1、宮崎辛麺。普通に美味しそうですけどね。全然いけます。まあ、ちょっとピリ辛するけど、全然大丈夫な辛さです。おいしい。普通にめっちゃおいしいです。これ全然おいしく食べれます。辛さレベルは1です。まあ汗はかきますけど、まあ、辛さレベル的には1で全然おいしいですね。ペヤング激辛辛さレベルマックス焼きそばいきます。大丈夫かな。お、あ、おいしい。辛いけど全然おいしい辛さ。うん、これうまいです。あ、これは全然おいしいです。これマジで普通にいけます。これは辛さレベル1です。あ、1ですか。1です。最初のカップ麺のあれと、あ、同じぐらいです。では続いてプルダック炒め麺ですね。これもね、口から火が燃え上がる辛さって書いてます。ちょっと開けてみましょう。うおー、これはなかなかインパクトありますよ。黒いですね。なんなんやろこの黒さ。うん、でもなんか匂い的にはすごい美味しい匂いしますね。じゃあちょっと食べてみますね。うん、これも、うん、辛いのは辛いけど全然余裕で食べれます。あ、うまい、うまいです。全然辛うまい。これは激辛やけど、これとご飯あったらめっちゃ美味しいですね。辛さレベル1です。さっきのと比べてどっちが辛いですか。いや、全く一緒ですね。辛さのそのレベルで言うと、辛さの種類はちゃいますけど。じゃあ続いてこちら、極辛ブルダック炒め麺。さっきのね、多分シリーズとよく似てるんですけど、絵のね、このマークでホチというキャラクターがここで爆弾持ってるんですよ。で、極辛
なんかこっちの方が辛そうですね、この見た目も。あ、でもさっきのとよく似てますね。あ、これ辛そうやな。ああ、あ、これね、さっきのよりちょっと辛いです。あ、辛い。あ、辛い辛い。あ、結構辛い。うわ、うん、これ辛さレベル3です。これ辛い、急に辛になってきました。はい、じゃあ続いてペヤングから出てるこれです。極激辛カレーと、こっち極激辛インド人の人みたいな感じと、エンマ大王ですよね。いやー、これだってもうめっちゃ辛そうでしょ。泣けるほど辛みが強いので、小さいお子様は、辛みが苦手な方はやめてくださいみたいな。だ、小さいお子様は食べたらダメみたいです。そんな商品あります？おお、汗が。いきましょう。いや、さっきのダメージがあります。あ、どういうこと、どういうこと。え、これどうやってやるんですか？まず半分、これカレーですね。まずカレーの方です。うわ、辛そう。もうね、舌がバカになってんすよ。もうさっきのやつで。あ、さっきのやつだいぶ辛かったな。もうやばい、もう舌が麻痺してきてる。あ、カレーの匂いしてる。これ辛いんかな。カレーの辛いのは好きな方ですか？カレー辛いのはまあまあまあいきますね。ちょっといきます。カレーどんな辛さなの。ああなるほど。ああ、食べた瞬間大丈夫なんですよ。で、食べてから、辛い辛い、あ、辛っ。あ、めっちゃ辛いっす。カレー味なんですけど、もうカレー食べた後のこの辛さがもうやばいです。いや、辛っ。汗が止まらん。マジで、もう今日これでサウナ行かんでよ。やばい。辛さレベルは4です。次はカレーじゃない方、このエンマ大王の方ですね。なんかもう痛いっすもん、口じゃないところが。もう関係ない、顔中が痛い。何これ、なんで。辛い、うわ、辛い。いや、これも辛い。カレーでも俺的には同じシリーズだけど、カレーの方はちょっと辛かったかもしれない。あ、違う、後から来る。辛い、違う、やっぱ辛い。わあ、辛い。うおお、いい服みたい。辛い。あー、辛いよ、おばあちゃん。これは辛いです。これも辛さあれ、マックスやな。もう4じゃないな、5やな、これは。あー、辛い。大ボス18金行ってみましょうか。警告、18禁、辛すぎますね。18歳未満の方は食べないでください。マジでやばい。で、これを入れるんですよ。山椒ですわ。これなんやろ。これなんすか、これなんすか。梅干しみたいな。
干し梅みたいな。これ食べましょうか。食べるんですけど、ちょっと待ってください。顔が痛くてね、辛すぎて、さっきからもう何してんのやろって思って俺行きましょうか。なんかラーメン食べる前になんでこんな勇気を振り絞ったのかなっていう、初めてですね、勇気を振り絞って食べるの。あー、あかん、匂いがやばい、匂いが辛い。いやいや、俺はいろんなところをくぐり抜けてきた男やこんなとこで負けてられへん。勇気を振り絞って食べる。いただきます。ほんまシンプルに辛いし、しびれるもう山椒のあれもすごいね。あ、でもまだいやいや、俺は大丈夫だ。ああしびれがやばい。あー、もう辛いんかしびれんのか何を食べてんのかもう分からへん、ほんまにやばい。あー、やばいやばい、あー、やばいぞ、これやばい。うん、辛い、あー、辛い、しびれる、どっちどっち、もう無理、やばい。痛い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 。ああ、もう無理です。もう食えないです。辛すぎて。これはもう。辛さレベルはもう6ですね。5より1個上ですわ。マジでやばい。ちょっとね、辛さに強い店のコックさんにちょっと一回食べてもらおうかなと思います。ソムキトさん、ちょっとこれ一番辛いですか。これカレーね。辛い、大丈夫？大丈夫です。あのえ、あのえ。おいしい。ビリッ辛いよ。うん、辛いです。辛いね。うん。あ、辛いね。辛いね。はい。どっち辛い？一緒。ちょっと、衣装かな。衣装、衣装、どっちも辛いね、はい、そしてこれ、大ボス感ある18金。ちょっと、これ一番匂いですか。匂いすごいね、はい、匂いがすごい。でも、案外辛くないかも。あ、辛いです辛い。あ、もう一番辛い。一番、はい、これ一番辛い、コックさん。もう一番辛い。ハッパーかな、何かちょっといっぱい。山椒ね。あ、はい、辛い辛い。一番辛い。一番辛い、これ一番辛い。はい。まあ、辛ラーメンとか、まあ、ブルダックとかは、あ、ペヤングのもそうでしたけど、普通に美味しかったですね。ブルダックの炒め麺、赤いやつ、うん、もうあっこからですね、ちょっともう、ああこれやばい企画してるなって思い出したのそしてペヤングのハーフ&ハーフ、
カレーと極激辛か。いやあれは多分もう二度と食べないですね。いや美味しいんですよ、うん、味は確かに美味しい。ただ辛すぎて痛い。そして正の18金カップ麺、いやこれはね1000円するだけあって、あのね、舐めてたらダメですね。あのマジで覚悟を持って食べないといけない。だってコックさんが「おあ辛い辛い」言うてたでしょ。あの辛いの強いコックさんがあんな見たの俺初めてですもん。でも一口食べてさーっと帰ってきましたもんね。いや、やばい。減量中の水欲しいと辛い時の水欲しいとどっちが水欲しいんですか。いや辛い時の水欲しいですね。いや減量中のお水欲しいと辛い時の水欲しいとちょっとちゃいますけど、ちょっと18金のはやばかったですね。なんかもうトラウマになりましたね。